ホルヘモリーナ・ナビダルは、スペイン・アルコイ出身のサッカー選手。グラナダ CF 所属。ポジションはフォワード。23歳まで、テルセーラ・ディビシオンの CD ・アルコヤーの、ベニドルム CF、CF ・ガンディアでプレーしていた。2005年には再びベニドルム CF に加入し、今度は、セイグンダ・ディビシオン B でプレーした。2007年にポリエ・ヒドニー籍し、 初めてセグンダディビシオンのクラブとプロ契約を交わした。2007から08シーズンは30試合に出場して、チームトップタイの5得点を挙げたが、セグンダディビシオン残留に十分ではなく、最下位でセグンダディビシオン B 広格となった。2008から09シーズンは19得点を挙げた。2009年夏、モリーナとチームメイトの振りは、 セグンダ・ディビシオンのエルチェ・ CF と契約した。2009から10シーズンは、圧巻の一言で、26得点を挙げて、得点王に輝いた。2010年6月19日、最終節のレアル・ソシエダ戦ではすでに優勝を決めていた相手から、チームの4得点すべてを叩き出した。2010年6月29日、セグンダ・ディビシオンのレアル・ベティスト4年契約を結んだ。 二籍金は160万ユーロであるが、2010から11シーズン終了後に、ベティスが昇格を決めた場合は50万ユーロが加算される。2011年1月19日、コパデルレー準々決勝の FC バルセロナ戦では、28戦無敗を続けていたチームから2得点を挙げ、3から1の勝利に導いた。2010から11シーズンは、 膝の怪我により3ヶ月近くも戦線離脱していたにもかかわらず、再び2桁得点を挙げた。モリーナ、FW ルベンカストロ、MF アシールエマナのトリオはリーグ戦で計50点以上を積み重ね、ベティスは3シーズンぶりのプリメーラディビシオン昇格を決めた。2016年6月24日、ヘタフェ CFA 移籍。2020年8月24日、 グラナダ CF と契約した。ありがとうございます。